古南通り城の模型南通市は中華人民共和国チャンス省に位置する地球市。2004年9月26日、第一回世界大都市発展構想論壇が南通で開催された。2005年の市内総生産の成長率は15.4%に達し、チャンス省内最大の経済成長率を記録している。 2015年の GDP は6148.4億元に達し、全国で22番で、チャンス省内で4番である。南通市は、チャンス省東南部に位置し、東は公海、西は大州、北は潮城、南は長江に面し、長江対岸には、蘇州、上海が位置する。市内には、狼山、豪華島の名称が位置する。南通市は、 長江の下流に位置するため、長江の土砂の堆積により、陸地が形成され、およそ6,500年前に陸地化した。5,000年以上前の新石器時代の遺跡が発見され、市内の海安青地区では、原始種族部落が繁栄した。五代十国時代に青海軍が設置された。甲州の建徳五年都市が建設され、通州となった。北総の天気よし元年に、 高志州と解消された。慶介元年に通州と解消された。新末、実業家、教育家の長見が、当時の習慣を改め、南通に全国初の市販学校、民間博物館、盲石学校、刺繍学校、観劇学校、盲学校、気象観測所などを設置した、加えて中国人が自ら近代理念で全面的に都市建設を企画した。 これらにより南通りは中国近代第一の城と呼ばれる。侵害革命後、修正の廃止に伴い1912年に州の南通圏が設置された。1949年2月、南通圏は中国共産党の実行支配下に置かれ、白区、狼山、阿蘇構築に研究士としての南通市が設置され、そ北行所。 南通地区選書の管轄とされた。1962年に昇格市に改編。1983年に南通地区と南通市を統合し地球市としての南通市が誕生している。三市か区、三研究、市、一県及び南通経済技術開発区を管轄する。祖北業所区南通選区祖北業所区南通市。 チャンスー省南通市チャンスー省南通地区チャンスー省南通市南通市の基幹産業は港湾業でありまた防災企業隠し加工業も発展しており多くの日系企業が独自合弁で進出している2015年の GDP は6148.4億元になって全国で22番目でチャンスー省で4番目である1993年 南通市北部の通州市境、東鎮の場所に南通橋東空港が開港し、北京、西安、甲州、武漢、台北などの都市間に定期便が就航している。また2016年から日本、韓国、タイランドなどの国際定期便が就航している。鉄道は、大州、洋州、南京と連絡する、ネイ慶泉とワイアンと連絡する支線が、 海安県で交差している。南通駅は2005年に拡張工事が実施され、輸送能力が強化されている。2014年海安県と洋口港と連絡する海洋鉄道線を運営した。2014年から上海と連絡する小通り鉄道線を建設している。2016年7月13日。 南通市内を通過する稽古高速鉄道等線の建設が発表された。2008年世界最大のシャバリ橋である疎通超高校路大橋により超高対岸と連絡され、それまでフェリーによる水上輸送に依拠していた両岸交通に飛躍的な改善が行われている。2011年南通と上海と連絡する高市京大橋を渡った。 旅客輸送では長距離バスが、省内各地と障害の主要都市を連絡している。G24 国道が、通り海安県で G328 国道と接続する。南通港は、長江下流の主要港湾として、現在は、アモー、南通、大上山の三港湾区及び清流、京東の不当を有している。洋口港は、 南通り東海の深み港として建設している。南通港の岸壁の長さは4110.8メートルになり、1万トン級以上の貨物塗装が7カ所、1000トン級以上の塗装が19カ所、客運用の塗装が5カ所、港湾作業専用の作業塗装が5カ所、さらに内港水運専用の1000トン級以下の小規模塗装が18カ所、設置されている。 貨物積み下ろし用施設が2カ所、石油積み下ろし用施設が1カ所、鉱石積み下ろし用施設が1カ所設置され、また渓流用の部位が10カ所設置されている。堀川の夜景南通博物園チャンス賞、南通中学南通市は中国で基礎教育の里と称される。また中国教育界では、高校の結果は、チャンス賞を、チャンス賞の高校の結果は、 南通史を見よとの言葉があり、全国普通高等学校招き制入学講師でのチャンス賞は全国1位。その中で南通史は10年連続でチャンス賞1位であり、毎年1校より10数名から20数名が聖火大学、北京大学に合格している状況を表している。中学芸術家、科学者正解スポーツ南通の方言は極めて複雑である。 理由として、南2が交通の要衝であり、各時代に移民が来た歴史と関係する。また、クレゴ県の最北端地域と言われている。このように南通りには多くの方言があり、方言混在地区では数とが2種類以上の方言を話すことができるため、会話の際に相手の方言を話すことが珍しくない。ありがとうございます。